皆さんこんにちは。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。今日は不完全を受け入れる、はい、完全主義だった過去はですね、こうできない自分が許せなくてがむしゃらに自分に鞭を打ってた時代があるんですね。でもくたびれます。へこむんですよ。で結局やめちゃうんですよね。そういう時ってやっぱり続けるのが一番大事ですね。読書会っていうのももう3年やってるんですよね。だったり自分のこのメッセージ Facebook に記事を書き続けるっていうのも、これはもう10年以上やってますかね。2011年ぐらいからずっとやってますよ。あの変化もしてますけど、負荷調整してるんです。不完全な自分を受け入れて、それはできないこともあるさと、まあ妥協って言ってしまえば妥協なんですけど、やっぱへこみもしますので、まあ誰かに甘えるというか家族に甘えてもいるでしょう。そしてできる先輩たちにやっぱり甘えたりする時もありますけれども、そのことによって自分の中の精神状態をコントロールしながら、まあ不完全な自分を受け入れてますね。今も英検の12級の面接試験が近々来ます。恐ろしいです。それとスピーチの先生の塾の課題がうまくできません。わからないんです。だからもう一回聞きます、先生に。もうこれも指導は仰がなきゃダメだこれは、もうそう思ってます。わからないときはわからないと素直に言って、高い自分よりこう 150% 200% じゃなくて 120% の負荷調整に合うような調整をして不完全な自分を受け入れて、これからも継続は力なり、継続していきます。不完全な自分を受け入れるでした。